代表男子ダブルス試合番号25山口県柳内商工高等学校岩永蓮上坂時穂組と栃木県作新学院高等学校亀永鈴木もとも組の試合を第5コートで行います。
試合番号27番長崎県星稜高等学校北村誠竹原太陽組の京都府京都療養高等学校金山達也伊藤拓磨組の試合を第3クォーターで行います。高校高等学校後ろに佐藤浩平君が2対0で勝ちました。
お知らせします。先ほど第11コートが行われました個人対抗男子ダブルス試合番号20番大分県別府鶴見ヶ丘高等学校森岡修子組の試合は埼玉県埼玉栄高等学校小川慶太森岡修子組が2対0で勝ちました。男子は試合番号11番福井県